皆さんこんにちは、今日は最新コレクション、イヴォークについて、詳しく解説をしていきたいなというふうに思っています。どのようなインスピレーションがあってとか、どんな試行錯誤があって、そして、コレクションの先にどんなビジョンを描いていたかとかですね、そんな話をしていけたらいいなというふうに思っています。まずですね、一番最初、インスピレーションとなっていったのは、2月、前回のコレクションアトラスが終わってすぐにコレクション制作に入っていったんですけども、ずっと、過去2回2シーズンデジタルでの発表が続いていて、まだまだ本当にこう難しい状況が続いていく中で、閉塞感というか、この先この状況がどこまで続いていくんだろうというような、そういう空気があったんですけれども、何かこう希望というか、もしかしたら何かこう時代が変わっていくんじゃないかという希望もうっすら感じ始めるような、なんかそういうタイミングだったのかなというふうに思っていて、でこれからのその新しい時代というのを、何かこう考えていく上で、パッとこう思いついたキーワードがこの音というものだったんですね。で、こう何かなかなか移動ができない状況で、新しい何かこう情報が入ってくるというのは、デジタル上で情報ではたくさん入ってくるんですけども、何かこう新しい何か刺激というかインフォメーションが欲しいなと思った時に、こう視覚がこう優位な情報社会の中で、視覚情報だけじゃなくてこの音の世界という、なんとなくこう心地よさを感じるみたいなところが、2月の、その当時、思っていたところで、同時にこう何か人の声を聞いていると、どこかこう安心感を覚えたりとか、何か心地の良さみたいな、人の声を聞いているとそれが何か心地よさを感じるなという感覚があって、ここからコレクションを組み立てていってみようというのが、一番最初のきっかけになってきました。で、この心地よさ、やっぱりこの人の声って、人の骨格、身体情報が伝わってこう現れてくるわけですね。で、あとはその話すスピードであったりとか、高低差とか、いろんなもので、その人の人となりみたいなものがその声から現れてくるというところで、何かこう人の声というそこに詰まった情報がですね、いろんなものがあるんだなということが分かってきて、人の声というのはもうアイデンティティなんだなということをですね、改めて思ったんですね。で、このアイデンティティということは、何かここからその衣服のデザインにつなげられたら、それはその本当に究極の一点ものとして、もしかしたらこれがその新しいオートクチュールの、新しい扉を開く何かきっかけになるんじゃないかみたいなことを、思っていったというのが、きっかけです。で、そしてこのリサーチを進めていく中で、たまたま、非常に高性能なスピーカーで、ある音を聞かせていただくきっかけがあったんですが、22.2 チャンネルという、非常にこうたくさんの、スピーカーからこう音が流れてくるというところで、こう目を閉じてその音を聞いていると、何かこう音に形とか物質のようなこの重さのようなものを感じるとか、形をその音から感じるとか、その音を何かこう見ているんじゃないかとか、見ているのか感じているのか聞いているのかよくわからないような感覚があって、それはすごく不思議な体験だったんですよね。で、もしかしたらこの音から何かこう形みたいなものを作り出すことができるんじゃないかということをなんとなくその時に思ったんですよね。で、全くその、形のないものから形をこう掘り起こしていく、なんかここにそのヒントを感じてですね、そこから試行錯誤をどんどん広げていったというのが、2月3月頃に行っていたものです。で、同時にですね、この音を何かこう調べていく中で、人間の声というのもすごく大事だったんですけれども、たまたま、あるリサーチの中で、NASA のですね、ボイジャーという宇宙船に、ゴールデンレコードという、地球のこの様々な音を、レコードにこう刻み込んで、それをこう搭載して宇宙に放ったという、そういった情報をですね、手に入れて、で、これがすごく面白くて、いろんなその地球の音が込められているんですけれども、その中に人間の声と、そしてそこにクジラの声を重ね合わせているパートというのが出てきます。で、このゴールデンレコード、そしてこのボイジャーというのは、
どこか遠い未来に、まあ、向けて、宇宙船をこう打ち放っていると。でこれはもしかしたらいつか地球外の知的生命体にこの宇宙船が拾われるかもしれないというようなことだったりとか、もしくはその我々の遠い子孫にこのレコードが聞かれるかもしれない。そういった中にですね、その人の声とクジラの声をこう重ね合わせて放ったという、この何て言うんでしょう、人間のこの想像力の豊かさであったりとか、何かこの視点というものにすごくユニークさを感じて、これは非常にヒントになるなというふうに思ったんですね。で、クジラの声って非常に美しい、音をしていますし、何を、伝えようとしているのかという具体的なところまでは分からなくても、ただ何かコミュニケーションを取っている、そういったことは伝わってくるわけですよね。で、ここ、同時にその、このボイジャーを打ち放った1970年代の当時、クジラというものが、その環境問題とか地球というものをこうある種こう、メタファーとして表現する生き物として、認知されているところがあって、何かこのクジラというものを今回、この何か新しい時代の変わり目、希望を感じるような時代のコレクションのシンボルとして、この動物を使ってみたいなというふうな気持ちになっていって、クジラの声をインスピレーションにというふうにこう広がっていきました。で、もう一つですね、今回大事な要素がありまして、実は10回目のパリでの、コレクション発表なんですね。もう本当に気づけば10回目という感じなんですが、2016年からパリで、ユイマ・ナカザトコレクションを発表するようになって、毎シーズンこうコレクションを、コンスタントに発表を続けていってですね、その中で、いろんなこう進化を続けてきています。例えばそのタイプ1に行き着くまでにですね、その前はユニットコンストラクティブテキスタイルというふうに呼んで、小さなパーツがこう寄り集まることでこう大きなピクチャーになって服になっていくというようなアイデアで作っていたりとかですね、様々なその進化、技術的な進化とともにコレクションがこう発展してきているところがあるんですけれども、でそして今はバイオスモッキングですね、新しい技術素材というところにもつながってきているんですが、この今までこう培ってきた技術、要素点と点をですね、全てこうつなぎ合わせて一つにする、それが今回の、コレクションでやりたかったことの一つでも、あったりします。その10回目の集大成としての、コレクションでもあります。そうですね、この音とそれから10回目という要素で、クジラの、インスピレーションが膨らんでいってですね、でデザイン画を、描いていったわけですね。でクジラがこうダイレクトにモチーフとして、服の上にこう、泳いでいるように、映っているところもありますし、あとは全体的にこう着物のようなシルエットというので、これはこれまでも長方形の布からこう形を生成していくというチャレンジはし続けてきているんですが、今回は引き続きそういったインスピレーションでパターンを考えていたりします。今シーズンもですね、引き続きバイオスモッキングをですね、進化させています。ここで改めてバイオスモッキングについて解説をしていきたいなというふうに思います。映像で、バイオスモッキングができていくプロセスをご覧いただきたいなというふうに思います。まずはですね、デザイン画を描いていきまして、そのデザイン画に従ってデータを作っていきます。これはバイオスモッキングのデータなんですが、長方形がこう連なっているデータを作りまして、それを布に印刷をしていきます。そしてその後にその布を70度のお湯に1分間つけていきます。そうすると形がこう変化していってですね、平面だった布が立体的にこう変化していきます。そしてその後に水分をですね、飛ばして乾燥させます。そうすると平面だった布がこう変化していって、一着のドレスが出来上がっていきます。こうすることによって3次元のこの凹凸のある体にですね、平面だった布がこうピタッと沿っていくわけですね。どれぐらいこう布を縮めるかとか、どう動かしていくかとかっていうのはですね、このデータによって変化をコントロールすることができるんですね。これはブルードプロテインの持っているスーパーコントラクションという性質を、縮むという性質をですね、デジタルの技術を使ってコントロールすることによって服が出来上がっていくという、そういう全く新しい衣服を生成する技術のことをバイオスモッキングというふうに呼んでいます。
そして、今シーズンはですね、このバイオスモッキングの技術、この先ほどご覧いただいた長方形が連なっているあのデータをですね、今度はその音を視覚化したデータと一緒にこうつなげることができないかというふうに考えていたわけなんですね。まあ、これまではそのどれぐらい何パーセント縮めるかみたいなことを考えてデータを作っていったんですが、まあ、今回はそこにその人の声から生まれたその形というのを布でこう表現していくということができるんじゃないかという仮説から始まっていきました。これは一番最初に実験の始まりスタートポイントだったんですけれども、ガラスの器にサランラップを貼ってですね、その上に白い粒を並べます。そして大きな音をバンとこう立てるとですね、このサランラップが振動して、そしてこの白い粒がこう動いてですね、柄が生まれてくるんですね。この柄からですね、このバイオスモッキングのデータを作ることができないかというふうに考えたのが一番最初でした。そこから何回もですね、小さな布の破片でですね、試行錯誤を重ねて、どうしたらその音を視覚化して、そしてそこから立体が作れるのかという実験をひたすら繰り返してきました。そしてやがてその声からですね、一着のドレスが出来上がるというのが完成したわけなんですけれども、これはそれができるまでそのプロセスをご覧いただいているんですが、最初にこのクジラの声をまずは選びます。このクジラの声から服を作ろうと、そしてその声を視覚化してですね、そして視覚化したものを今度はバイオスモーキングのデータに置き換えていきます。そしてそのデータを布に印刷して、そしてお湯に入れて乾燥させると、そうするとドレスが出来上がるんですね。で、このドレスはですね、この不思議な凹凸であったりとか色であったりとか、ドレスのこのフォルムですね、これがクジラの声から生成されているということで、世界でたった1着のドレスがこのクジラの声から出来上がっていると。で、これはもちろん人間の声であっても同じことができるというものになってます。なので、誰かの声を録音して、そしてそれを視覚化していきながらドレスが出来上がるということも可能になってくるというわけです。これはですね、オートクチュールの新しい形になるんじゃないかと。やっぱりこう一点物の服を作るというところがオートクチュールの真髄であるというふうに考えると、この人の声からデザインが生まれていくということができるとですね、これは究極の一点物の服になっていくんじゃないかなというふうに考えています。そして、今回はですね、スタイリング、これもとても重要な要素なんですが、日本の浮世絵の絵からインスピレーションを得てですね、その絵の中に描かれている着こなし、帯の巻き方であったりとか、着物をこう重ねて着るとか、もしくは肩からちょっとこう落として着ていくとかですね、そのさまざまな着こなしをドローイングの中からインスピレーションを得て作っていきました。そしてこのですね、スタイリングを完成させる上で重要な一人の人物がいるんですが、それはロビー・スペンサーといいまして、ロンドンにいるスタイリストなんですが、実は今から10年前に一番最初東京でユーモラカザトのコレクションを発表した時にですね、そのコレクションをある雑誌のエディトリアルで使ってくださったのがそのロビーさんだったんですね。で、その時に非常にこう、その時私が表現したかった世界観を彼がこう汲み取ってですね、それをさらにこう昇華させてスタイリングしてくれたというのを覚えていてですね、あれが記憶にあって、今回どうしてもこのロビーと一緒にスタイリングコレクションを全体をこう作っていきたいというふうに思ってですね、オファーをしたところがきっかけでした。ご覧いただいている写真が今から10年前にロビーがスタイリングをした時のものになっています。で、この彼とですね、ロンドンと東京のアトリエをこうリモートでつなぎながら、そして先ほどの浮世絵の絵をですね、シェアして、これをどうやったら表現できるかということを試行錯誤しながら作っていってですね、いろんなスケッチであったりとか写真とかですね、それを細やかにこうたくさんシェアしてですね、意思をこうつなぎ合わせながら一つのスタイリングを作っていったというところで、とてもチャレンジングな共同作業だったんじゃないかなというふうに思います。
そしてこれはあのクジラの絵をですね、レザーのコートドレスの上に印刷しているものなんですが、実は、近づいて見てみるとですね、小さなドットが連なってこのクジラの柄が描かれているんですね。これはあの展示からインスピレーションを得てまして、まあ、こう手でこう触っていくことで、まあ、クジラの、まあ、柄がこう、まあ、感じる、わかるようなっていうのを実現できないかというふうに思って考えたものです。部分的にこうドットのサイズがこう変わっていたりとかですね、して、まあ、触覚でその、何か服を感じることができるんじゃないかということで、考えていったディテールになっています。そしてこれはまあ、ヴィンテージのレザージャケットをですね、解体していって全く新しい、まあ、服に生まれ変えさせていくというような、ものです。で、まあ、古いレザージャケットなんですが、さらにそこにですね、破棄されてしまうレザーを集めてきてパッチワークのようにこう組み合わせながら、それをドレスのように変化させていくというふうに、全く違うデザインに変化しているのが、分かるかと思います。そしてこれもですね、同じく、ヴィンテージのジャケットを解体してですね、そこに、まあ、古いレザーをパッチワークのようにこう、まあ、組み合わせながら一着の服が出来上がっているというものになっています。そしてこれは、実はですね、日本の西陣織にですね、人工合成タンパク質ブルードプロテインのファイバーをですね、組み込みながら作ったものでして、柄はこう海の波をイメージした柄になっているんですね。その中にこう青く光り輝くところがブルードプロテインのファイバーなんですが、このブルードプロテインのファイバーがですね、非常に独特の光り方をするんですね。シルクでもなく、まあ、化学的な繊維にもない、本当にこう透明感のある、そしてその非常にこう発光するような光を放つですね、不思議なブルーの糸なんですけれども、これをこう組み合わせながら作っていったものになっています。まあ、日本のこの伝統的なものと最先端のこのファイバーが組み合わさった新しいテキスタイルができたんじゃないかなというふうに思います。そしてこれはですね、ウールのコートなんですけれども、タイプ1、これまでもずっと進化を続けてきた針と糸を使わない技術ですけれども、今回はこのウールのですね、コートにタイプ1を使っています。これはですね、ワンサイズで、さまざまな体にこうフィットできるようにですね、まあ、接中心のところにがですね、サイズがこう変えられるように、まあ、こう身幅がですね、変化できるんですね。まあ、そうすることによって、まあ、いろんな人の体にフィットするようになっていたりとか、あとは袖とそれから裾もですね、パーツがこう、まあ、変えられるだけではなくて、サイズも今回はこう変えられるようになっているんですね。なので、その丈を長くしたりとか短くしたりとか、まあ、パーツをこう変えていくとかですね、まあ、今までのタイプ1がよりこう自由度が増したというのが一つの進化になっています。そしてこれは先ほどご覧いただいたその声から形を生成していくというものの一つなんですが、まあ、クジラの声から生成したバイオスモーキングの柄をですね、まあ、まとっているドレスになっています。そしてこれはですね、なかなかこう口で説明するのは非常に難しいんですが、実はこの長方形の、まあ、パターンの中に今複雑にこう曲線が描かれていると思うんですね。で、中央にこう黒い十字がこう描かれていると思うんですが、実はこの十字の部分が、ここからこう首が出る、部分なんですね。で、この十字にこう切り込みを入れて、そしてそのお湯の中にで縮めていくと。で、そうするとですね、本当にこう傘が閉じるような形っていうんでしょうか、中央のこの黒い十字架の部分がこう上にニョキッとこう、膨らんでいってですね、そしてその周囲の部分が下にこう下がっていって立体が生まれていくというようなものになってまして、まあ、通常その衣服を作る場合は前身ごろ後ろ身ごろとこう2枚の布をまあ組み合わせて体を包み込んでいくんですけれども、これは全く違う次元の立体の生成方法になってまして、その中央がこうニョキッとこう膨らむように上がっていって、その周囲が降りていって体を包んでいくというようなもので、全くそのどこも切り落としていないにもかかわらず、ここまで複雑な立体感が作れて
ているというものです。そしてこれもまた不思議な形をしたパターンなんですけれども、これはですね、一番最初にパリでコレクションを発表した時にも割とこう近い発想で作っていたんですが、まあ、小さなピースがこう連なりながらですね、大きなドレスが生まれていくという、その発想にこう近いんですけれども、まあ、今回はそれをですね、バイオスモーキングで行っていて、当時は折り紙のように手作業でこう折りたたみながらピースを作っていたんですが、まあ、今回はそのバイオスモーキングの技術を使って複雑なこう立体、それがこう連なるようにして服が出来上がっているという、そういったものになっています。はい。そしてですね、まあ、今回、コレクションの見どころの一つは、その発表方法のところにもあるかなと思ってまして、今回その、ランウェイショーというところに、ある種こう立ち戻って見せているようなところがあります。まあ、過去2回、動画、映像を使ってのこの発表というのが続いた中で、もう一回その、服の見せ方として、オンライン上デジタルなんだけれども、割とこうトラディショナルの方法で、人がこうシンプルに歩いている姿を、映像で伝えていこうというところが今回の、コンセプトでもありました。で、非常にこう大きな空間、大桟橋ホールというところなんですが、そこをですね、本当にそのまま使っているんですね。照明は入れてますけれども、ほぼそのまま扱っているようなものです。そして、モデルが服を着て、歩いていくという、ただそれだけなんですけれども、でも、モデルのこの歩き方とか表情とか、いろんなところでこの服の力強さをこう伝えていけるような、そういう演出を心がけて、見せていたりします。で、そしてその、ショーのこう、ほぼ一人ずつこう出てくるところですね、かなりこうダークな印象のある世界観なんですが、後半そのカーテンがこう開いてですね、そしてその自然光が外からこう差し込んでくるような演出になっています。何かこう、暗闇の中からこう次の時代のこの希望を感じるような演出ができたらいいなというふうに思っていたのと、あとはそのクジラがインスピレーションだったというところで、この深海とそれから海のその海面に近いところ、行き来しながらこう生きているこのクジラというところで、この暗闇とそれから光というところ、この2つの世界を行き来するような、そういう演出ができたらいいなということで、この大桟橋ホールでこのシンプルにこう自然光をですね、カーテンでこうコントロールしながら演出をしているものです。で、これ本当に奇跡的に最後にですね、カーテンが開いた時にこの窓の外に夕焼けがこう広がっていてですね、ずっとこの雨の予報が続いていたんですね。で、この夕焼けが出てくれたらという時間を狙って、ショーをしていたんですが、ギリギリまでこの雨の予報だったので、もしかしたらその曇り空に、カーテンが開いた外には曇り空かもしれないというのがあったんですが、奇跡的に夕焼けがですね、見えてくれて、そしてその、広い空間とその外の世界、明るい世界と、それからその、今回は、坂本龍一さんの曲を使わせていただいて、その音楽とですね、そしてそこにこうクジラの声も演出としてこう重ねていってですね、それが全てがこう一つに融合したような形でフィナーレの演出ができたのかなと思うんですけれども、その映像とかですね、デジタルの表現、ある意味でこう、加工して何でもできてしまうところがあるんですが、今回はそのフィジカルのショーにできる限り近いような形で、そのショーの生のライブの緊張感とか、その生々しさみたいなものも含めてこう映像から伝えていけたらいいのかなというところで、そういうショーの演出になっています。まるでこうショーを実際に見ているかのような、なんかそういう体験がこの映像を通じて発信できたらいいかなというふうに思っています。はい、ということで最新のコレクションイヴォークの、解説でした。ぜひまだ、映像をご覧になっていない方はですね、この後、ゆっくりと、ぜひ大きな画面で、そして、高音質の音で聞ける場所でですね、じっくり見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。見ていただいてありがとうございました。